TGV レスはフランス国鉄が導入した純動力集中方式の高速鉄道用車両 TGV オットーロンティック編成をベースに設計され1992年から1996年にかけてアルストムで製造され1993年に営業運転を開始したレスはフランス語でネットワークを意味する LGV 北線の開業に際し、LGV 全線区での運用のほか、ベルギーやイタリア方面への直通列車運用も考慮して開発された。SNCF の電化方式である、交流 25000V と直流 1500V の2電源に対応する編成と、この2電源に加えて、ベルギー国鉄イタリア FS の標準電化方式である、 直流 3000V にも対応する編成が存在する。2電源対応編成は1992年から1996年にかけて編成番号501から550の50本が、3電源対応編成は1994年から1996年にかけて編成番号4501から4530の30本と、 タリス PBA 編成として、編成番号4531から4540の10本がそれぞれ製造された。オットーロンティック編成は、両端2両の動力車と、中間10両の客車で組成されていたが、このレス編成は、シュッドエスト編成と同様に、両端2両の動力車と、中間8両の客車で組成されている。 編成長は200.190メートル。車体幅は2904ミリメートル。編成重量は2電源対応編成383トン。3電源対応編成388トンである。LGV 区間の最高速度は時速320キロメートルである。伝送品や台車、ブレーキシステムはオットーロンティック編成と共通で、交流25000ボルト区間での 低価格編成出力は8 8 0 0ットである。客車は1等車3両、2等車4両、2等座席とバーの合わせ作り車1両で構成される。オットオロンティック編成では LGV 大西洋線での高速走行でのトンネル通過時における車内の気圧変動が問題となったため、レース編成からは機密構造とされた。ラクロアデザイン 回収編成の外観、ラクロワデザインに回収された一等車車内、ラクロワデザインに回収された二等車車内レス編成の運行開始から10年以上が経過し、客車の内装も陳腐化していた。また2007年の LGV 東ヨーロッパ線開業に際して二電源対応レス。編成を同線系統の列車でも運用することも考慮し、 客車を回収する必要があった。回収する客車内装の候補は2002年と2003年に TGV の現行ロゴをデザインしたレカロ社客車をダブルデッカーとした TGV デュプレックス編成をデザインした MDB とクリスチャン・ラクロワ建造による3種類が公表された。最終的にパリで開催されたトレーン・キャピー・ターレイエクスポジションで MBD デザインとクリスチャンアクロアのデザインが選ばれることになった。2電源対応編成は2004年からリール均衡に立地する SNCFLM 工場で改修工事を開始し2006年に全編成の改修を完了した。3電源対応編成についても2008年から2009年にかけて改修工事が施行されているが2電源対応編成とは異なる。 なるデザインが採用されている2電源対応編成のうち編成番号515から533の客車は LGV 東ヨーロッパ線からスイス連邦鉄道ドイツ鉄道区間への直通運転に対応した TGV ポス編成に転用された。捻出された動力車は 編成番号515から526.529530.532533が、デュプレックス編成の編成番号601から612.616から619に転用され、編成番号527.528531は3電源対応編成の編成番号4507から4509。 の客車を組み込み編成番号551から553の3本が蘇生された。さらに、編成番号4507から4509の動力車は、デュプレックス編成の編成番号613から615に転用された。この結果、レス編成の19本の動力車が申請された、デュプレックス編成の客車と蘇生されている。これらの編成は、 TGV レスデプレックスとも称される第4530編成は電気軌道総合試験車である TGV アイリス320に改造され2006年から運用されている LGV 区間のほか、在来線区間の検索も行っているタリス PVA 編成として落成した第4531編成はレス編成に転用され第4551編成となった 第502編成は事故により損傷を受け、一部の車両は、ギーフの試験編成に改造転用された。2009年7月時点では、編成番号501.503から514.5534から553の33本が在籍する。全編成が、パリ東港のパンタンに立地する東、ヨーロッパ車両基地に配置され、東ヨーロッパ線系統の列車を中心に、 運用されている。3電源対応第4510編成2009年7月時点では、編成番号4501から4506.4510から4529.4551の27本と、タリス PBA 編成の編成番号4532から4540の9本、計36本が在籍する。 編成番号4501から4506はパリリオン駅ミラの中央駅間のイタリア直通国際列車アルテシアに運用されパリリオン駅近くに立地する南東ヨーロッパ車両基地に配置されているその他の編成はパリ北駅近くに立地するランディ車両基地に配置されているありがとうございます